とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今回、タワー18階です。今までで一番短いね。初めてだよ、18階。これね、周回むちゃくちゃしやすいかもしんない。では、初見攻略行ってみましょう。特にいいエンチャントはありませんって、ここか。嫌いな場所スタートですね。 OK、 極力敵は落としていきたいところ。あんまりいない、いや、いるよね。多分多いはず。 OKOKOK、 ナイス、よし。ちょっと嫌な敵多いな。よし、嫌な敵が多い。マジでか、結構ひどいぞ。よっしゃ、結構ひどい感じか。いや、でも終わりか。おお、いや、これぐらいなら全然大丈夫。次、はい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 。あー、ハープもいいし。でも最近なんかね、回復のトーテムが最初いいんだよね。回復でいきます。なんでここか。まあ最初から向こうに渡って戦っていきましょう。おー、ムシュルームいる。珍しいね。おいおいおい。あー、落ちそう落ちそう。ちょっと待って。ちょっともう、あんにゃろう。おーい、ここなかなかやね。ちょっと、渡らず倒していった方が安全だよね。でも時間かかるな、すげえ数。 OK、ちょっと待って、そっち渡らせて。 OK、 OK、 ラビアが2体出てくるだけでそんなに大したことはないね。めちゃくちゃ肉が出る。そりゃそうか、こいつらだからね。よし、はいはい。なかなかなんかいつもと違う感じに仕上がってる。虚無の矢筒も良さそうな気、虚無だな。これボスいつぐらい出るだろう。ボスいつだろうね。よっしゃ、いけ。いや、なんかいまいちな。いまいち。 OK、 あぶねえ。おお、ちょっと多くねえか。よし、よい、多いって本当に。待って待って待って、取らせてくれ。もう、もう上にいるやつちょっと腹立つな。あいつ上のやつ腹立つ。オッケー、じゃあ終わり。はい、まあ、めんどくせえドラでしょ。で、4、おお、いやいやいや、全然余裕だぞ。でもここはちょっと難しいか。いやいや、危なくなったらまあまあ。あいって、ちょいちょいちょい、待って待って、ここで対処しよう。なんだこれ。本当に、よしよし、 OKOKOK。 なんだここは。
ちょっと待って、ひどい。ここひでえな。どうやっていく。初期向きじゃまあ無理だな。ああ初期装備じゃちょっと、爆発前に倒せないので、装備は、ちょっと変えていかないとね。よし。とりあえず一体ずつ行こう。はいはい。いや、めんどくさ。はい。そうか。最初に、回復のトーテムじゃなしに、武器を取っていった方が良さそうかな。おっと。ああ、でも虚無はついてない。ダイナモ付きだね。プレートアーマーでいきまーす。んで、雪玉を入れましょう。これ、商人ちゃんと3体いる？もしかしたら商人がいないタイプかもしれませんね。たまにあるからね、商人が2体だけとか。おーい！ちょっと！めんどくせえ。あぶね。ちょっとすごいな。ちょっと待って待って待って。ちょっとひどいぞこれ。ちょっと待って。ちょっとひどすぎる。あぶね。なんだここ。もうなんか対策がないときっついわ。もう対策しないとここきっつい。よし、オッケー、終わり。いやー、なんかね、難しいところ、めんどくさいところかがある。まあこうでしょうね。で、雪玉は必ず3入れましょう。6回。いや、今シーズンちょっと面白いぞこれ。いつもと違う。 OK。 いつもと全然感じが違う。ほう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 。さっきのところのレース軍団やばかったね。さっきのレース軍団やばい。ちょいちょい、ひでえな。オッケー、この持続ダメージみたいなのがどんどん続くとすごいやりにくい。よし、終わり。はいはいはい。まあ、とりあえず、亀いいな。ポーションマリアも、雪玉もついてる。けども、いいでしょう。で、商人、なんだ？ユニーク？おーし！プレート、ポン、フルメタル。いいんじゃないの？で、ボスかな？いや、違う。普通の雑魚戦。え、これボス戦3回ある？あ、あるよな。あるよね、もちろん。あー、ちょっと待って。なるほどね。はいはいはい。ちょっと待って、ちょっとこれきついぞ。もう、よし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 、危なー、危ねえって。いや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 、いや倒せるよ2発で。けどこいつらが集団で来た時のプレッシャーってのはないね。終わり。よし、はいはいはい。
なるほどね。これマルチ難しそう。あーエリクサで、ボスちょっと待って、エンチャント入れさせて。こっちはいいとして、まあこんな感じかな。いきます。いやーダメだった。まあ影のブリューは嬉しい。待ってよ。あ、そうか、極らないんだ、こいつら。あ、嘘、そんなに近寄ってないと思ったんだけどな。あー、きちょ。 OK、 いいよいいよ。 OK、 あっぶねえ。とりあえずどっちか倒そう。 OK、 あとエンダーセント。はい、終わり。なんかもうちょっと簡単な戦い方がありそうな気がするね。キノコだ。うん、行きます。いった、半分減ったぞ。ちょっと待って、半分減った。ちょっと勘弁してよ。半分からスタートやだな。ちょっと待てちょっと、もうポーションも回復してないし、この階層を上がったらさ、ポーション回復しといてよ。もう使ったらそっからスタートでしょ。これがもうなんかで納得いかないな。やだな本当に。おーい、いや、なかなか面白いよ今回は本当に。いいんじゃない。飛ぶってるやつが来るからダメージは入るからね。よっしゃ、終わり。これでよし、10回クリアで、またすぐボスと商人が来るんじゃ。あ、だよね。バンバンバーストしとくか。で、何をあげる？パワーね。となると、防具の方がいいような気がするな。はい、97。97あれば18回ぐらいだったらもうこのままでいいでしょう。もう最初からこっちに行きます。最初から取りに行く。ちょっと待って、ふざけてるでしょこいつら。え、ここクリーパー部屋か。クリーパー部屋だ。あとまあここで、うん、やればいや、いけますわ。うん、いやでも向こうで戦った方が時間的に早いな。よし、 OK。 すごいね。 OK、 なるほどね。こいつらがいるってわけね。で、ここはこれで倒しちゃいましょう。なんかクリーパー部屋が今回いくつかあるよね。そこをちょっとバシバシいければ早く、おお、いけると思う。ボスだ。おお、乱射の方が強えな。おっ、ええー、まあ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 ね、まあね、いきましょう。エリクサーからパワーポーションが出てきてくれれば。ダメか、
いきます。まあまあいいんじゃない。でポーション使えるようになるよね、すぐにね。なるね。でそこでパワーポーションが出てきてくれれば、よし OK、 これ一気にいける方。ドラ使って乱射、あ、OK。 ここはぬ、これで早くいける。おお、ぬすっと、いいいいけど、まあまあまあ、うん、今のまんまがいいわ。おお、珍しいとこ来たね。珍しい場所が来たよ。OK、 あー、なるほど、なるほどっすね。おっしゃ、ナイス。パワーアップだこれ、こっちのもんだわ。よし、はい、出ておいで。何が来る、下に行くのはちょっと待って。いや大丈夫、すぐ下に行って良さそうか。あ、むしろ弓で全然余裕で勝てるわ。おう、近接で攻撃することすらない。おい、ちょっと待って入り込みすぎた。はいはいはい、矢はたくさんあるからどんどん使っていいね。よし、あとは上でおしまいか。いや、そう大したことない。終わり。おお、次。うん、いいかな、いりません。次だ。エンチャントなんか入れましょう。まあまあこんなもんでいいか。いや、火力ね。やっぱ直接当てないと、密着状態で当てないとあんまり意味ないか。 OK、 パワーポーション、ありがたいね。こっちから行こう。まだ出るんかい。意外と出る。よし、んでここ倒して反対側と行きましょう。終わり、楽勝。次いいかな。おーで勝利で17、18。うわ、早っ、むちゃくちゃ早い。エンチャント入れて武器を上げようかね。うん、 OK、102。おお、素晴らしい。何がついた。おお、火属性悪くない悪くない、いいダメージ出るよ。ああー、でここね、はいはい、ここ最後に出やすいよね。今までも何回かこれ最後に出た。よし、問題はなさそうね落ちちゃったけど、はい。じゃあボスの手前どんな感じになるでしょうか。あ、ここ、あそこと一緒だ。手前のレイスとこいつのばっかりで出てくるとこだな。
よし、フレーズもそんなこんだけね攻撃力上がってれば問題なく倒せる。よし、オッケー。あ、でもパワーポーションないと若干時間かかるのか。で、終わり？最後の最後楽勝。んで、なるほどね。いや、いりません。エンチャントだけ入れていこう。なんか他はまあこれでいいか。いけ。いや、いいね。今回絶対20分以内でいけるわ。20分以内で周回可能です。これ素晴らしい。いけ。あっ、やっぱり楽勝すぎ。今シーズンいいよ。うん、まあちょっとね、めんどくさい場所はあるけども周回しやすい。うん、フィーバータイムだ。もういいものが出るかは分かんないけど。おお、違う違う。あー、珍しいな。アーティファクトシナジーがつくなんて珍しい。まあ、うん、2だけどね。はい、ということで、初見攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。